大腸がんになってもオストメイトになっても大丈夫と題しまして公益社団法人日本オストミー協会副会長でいらっしゃいます石井京子さんにご講演をいただきたいと思います石井さんもこのねもっとしてほしい大腸がんのことにはもう随分最初の方からご協力を頂戴しておりましていろんなお話を伺わせていただいております今日もこのがんになってもオストメイトになっても大丈夫というテーマでご講演をいただきますどうぞよろしくお願いいたします。え皆さんこんこにちは 日本オストミ協会の石井と申します私からは日本オストミ協会の患者会としての活動をご紹介させていただきますまたあのオストメイトにとってとっても大事なストーマ外来というのがありますのでそれについてもご紹介をさせていただきたいと思います えと今日、あのー、午後からご参加の方もいらっしゃるかと思いますので、えー、改めて皆様にちょっとご質問させていただきたいんですけども今日ここの会場に来るまでに「えー、オストメイト」という言葉をして いらっしゃった方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。ちょっとキャッシュをお願いできます。あ、たくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。あのかなりの方がオストメイトについてオストオストメイトという言葉を知っていただけたようでありがとうございます。まあ、多くはあのトイレのトイレに掲示をされておりますのでそこでご存知の方もいらっしゃるかと思います。午前中から。 あの参加されている方はちょっと重なるかもしれませんけれども、えー、オストメイトについて少しご紹介をさせていただきます、えっと、オストメイトとはさまざまな病気や障害などが原因で、えー、腹壁に作られた便や尿の排泄口のことを人工肛門、えー、人工膀胱といいますでこれらの人工肛門人工膀胱のことを総称してストーマといいます で、このストーマを持っている人のことをオストメイトと呼んでいます。で、このストーマというのはギリシャ語で口という意味です。で、オストメイトはですね。えま、このストーマ排泄を自分でコントロールすることができませんこのようにお腹にストーマ装具と言われるこのようなえ装具をつけて生活をしています。 で皆様がよくあのユニバーサルトイレなどで、えー、表示をご覧になると思うんですけどもこれがオストメイトマークですね、えー、この中の部分に白いバッテンのあるマークがオストメイトの,あのマークです。でこのマークが掲示されているトイレはオストメイトのための設備があります、まあ、排泄物の処理がしやすかったりまた装具の洗浄ができるような設備が整っております。 本日は会場のところに教会の方のブースも置かせていただいておりますのでそちらのでまで人形といいますかボディーが置いてありますし実際のストーマソオグも展示されておりますのでお時間のあるときに後でちょっとでご覧いただければと思います。続きましてオフストメイトの数なんですけれどもこれはもう大体の推測です。 永久、えー、ストーマを持っている方は、えー、障害者手帳を取る方がいらっしゃいます、えー、そうしますと、えー、これが永久ストーマを持っている方の数ですね、えー、日本国内に19万、えー、ちょっと20万弱いらっしゃるということになります。年年齢層としててははやはり、えー、ある程度年代が高くなってから ストーマを作る方がいらっしゃいますので先天的に持っていらっしゃる方あるいは幼児期にストーマを作った方は大変少なくて18歳以下ですと1700人強ということになりますで、この手帳の対象となるのが永久ストーマの方ですので中には オトトメイドの中にには一時的にストーマを作る方もいいらっしゃいますで体調が落ち着いたらいずれ閉じるということになりますので、まあ、そういう一時ストーマの方を含めると大体日本の国内に20万人以上のオストメイトの方がいらっしゃるのではないかなというふうに想像します。 でこの,あの18歳以下の方々ですね、えー、こういう方々はまあ先天的な疾患とかそれから小児がんなど、まあ、生まれてすぐにストーマを作る方々で、まあ、こういう方々は長い人生ストーマとともに、えー、過ごしていくことになります。で全体としててははやはりり、えー、働き盛り以降に、えー、癌にかかって 会員,数で見ると会員の中で見ると平均年齢がです、ね、70歳をちょっと超えるかなという感じです。それでストーマ増設の原因となる病気なんですけどもこれも会員の方のデータから持ってきております。 ストーマには3種類ありまして消化器官のストーマではコロストミーと呼ばれる結腸ストーマそれからイレオストミーという小腸ストーマそれからウロオストミーという尿路系のストーマがございますこの中でやはりがんが一番多くてですね大腸がん直腸がんそれから小児がんというのもありますまた20代30代の方では炎症性の腸疾患クローン病とか 海洋性大腸炎を原因として QOL の向上のためにストーマを作る方が増えておりますあと尿路系のストーマの方も膀胱がんとかそういうがんで増設する場合が多くなっておりますそれでこれも協会の方のデータですけども お勤めと生活、えー、実態調査というのをやっているんですが、えー、1000人のサンプルのうちこのコロストミーという結腸ストーマの方が大体、えー、62.6%でございました、まあ、そうしますとやはり、えー、大腸がん直腸がんから、えー、人工肛門を作った方が多いのではないかということが、まあ、推測されますで実際にその会員の中にもですね、えー、大腸がん、えー まあ直がんでコロストミーを作った方、えーまあ、実際にその血便とか出血があったんですけども、まあ、そのサインを見逃してた方っていうのは少なくありません、まあ、そういう意味ではそのではないかと、まあ、自己判断せずにですね、えー、今日の会場の皆さんの中でも、まあ、そのような心当たりのある方はぜひ早く検査を受けていただきたいというふうに思います。 続きまして、えー、とオストメイトは、まあ、まずはその6割以上が、まあ、がんによるものと思われますので、が、え、ん、ー、患者としての不安があります、でもちろんその抗がん剤治療の、えー、必要のない人、えー、必要のある方、まあ、それぞれですけれども、やはり時間の経過とともに、えー、自信を取り戻してまいります。えー、それで、えーまああのー が原因ですのでもちろん検査を欠かしませんけれども会員の多くは高齢でも活躍をしております中にはですね5回も手術を受けていまだに87歳になっても活躍している方もいらっしゃいますので定期的に検査を受けていれば全く怖いことはありません でもう一つオストあのオストメートの場合はがん、えー、への不安に加えて今度は、えー、ストーマを作ったことにより、えー、ボディイ,イメージの変化という、えー、もう一つの悩みがあります。オストメートが生活するためにはストーマ装具が生活に欠かせないわけなんですけども、えー、まあ、当初はですね、えー、まあ、ストーマ管理になれず。 気分的に落ち込むことはあるんですけどもこれも時間の経過とともに慣れてまいりますそれでストーマーケアこちらがですね体調管理と同様に日常生活を快適に過ごすためには大事になりますでストーマーケアのトラブルといいますと実際にはその皮膚のトラブルだったりあるいは漏れだったり えーまあ、もちろんそのオストメイトの中で、えー、長年、えー、一つの同じ種類の装具を、えー、使ってて問題ない方もいるんですけどもやはりその年齢が上がるにつれて、えー、体型が変化したり、えー、そういう場合にはこれまで使用してた装具が合わなくなることもありますので、えー、そういう時には、えー、ストーマーケアの専門家ですね ウォックナースと呼んでおりますけれども、皮膚排泄ケア認定看護師という専門の看護師さんに相談します。続きまして、私ども、日本おすとみ協会の活動についてご紹介させていただきます。私ども、日本おすとみ協会は、全国の47都道府県に61の支部がございます。 会員数約1万人弱となっておりますそれで、まあ、大きく力を入れておりますのが手術後の社会復帰それから QOL 生活の質の向上でございます特に最近はその入院期間が短縮化されましたので 自分でそのストーマーケアが、まあ、セ,ルフセルフケアができないうちに退院になる方も増えてきております、まあ、そういう方々があの退院されてから不安を抱えて教会の相談会に参加される方もいらっしゃるんですけども、まあ、それがまあ一つの大きな目的でございますそれからオストメートやはりその外出それから災害時 またその老齢になったときの不安を抱えておりますこれらの問題に対して不安を解消するための活動をしております教会の活動ですけれども具体的には開放の発行それからホームページによる情報提供また全国の支部で相談問い合わせに対応しております 各自治体からはオストメイト社会適用事業ということで講習会を開催しております。相談会また一泊研修、日帰り研修、また入浴体験などを行っております。それからオストミービジターなんですけれども、こちらはあのすでにストーマを持って社会復帰したオストメイトが後輩のオストメイトに対して知識を提供し支援する人のことを言います。 でこれはもちろんその医療機関の要請があってのことなんですけども、え教会としては、えー、いつでもこ,うこのように、えー、術後、または術前のお、えー、方に対して、えー、いつでも、えー、支援ができるような、えー、体制を取っておりますので、えー、こういうお勤めビジターの、えー、人材の要請にも力を入れております。 次にピアサポートでございます、まあ、先ほどあの全国の支部でいろいろなオストメイトからのいろいろな悩みを悩みや相談を受けているということをお話しいたしましたこの「ピアサポート」というのは当事者同士が助け合うことを言います特にその術後間もないオストメイトの悩みを聞くそれから体験談を語り合う 特にです、ね、そのオフトメイトの悩みというのは家族や友人には分かってもらえないということで話ができないことで悩んでいる方は大変多いんですね、まあ、そういう意味でも当事者同士かわ分からない悩みを、まあ、そこで吐き出せるということで同じ仲間がいるという安心感は大変大きいものと思います。 実際に入会をされますと、えー、仲間同士での一泊旅行などがございますでオストメートになった後はですねやはりその入浴それから温泉に行くそういう場面は避けがちなんですけれども、まあ、一人では行きづらくても仲間と一緒ならということで安心して参加される方がいますでオストメートはまあ がん体験者からまあオストメイトということでまあ二つの悩みを持っているわけなんですけれども、えー、また日常生活でも、えー、ストーマースオフからの漏れですとか匂いまた音まあさまざまなトラブルは抱えておりますけれども、えー、元気に活躍する仲間あるいは先輩の姿がお手本になります、えー、患者会にはたくさんの仲間がいますのでぜひ気軽に 患者会の行事に参加していただければというふうに思います最後にですね、オストメイトがとても頼りにしているストーマ外来についてご紹介いたしますストーマ外来というのは先ほどもご説明しましたように専門の看護師ですね皮膚排泄ケア認定看護師が常に 担当している専門外来ですそこではストーマの周囲の皮膚のトラブルそのケア方法を指導してくれますまたストーマ装具や関連製品などの情報提供もしてくれます今ストーマ装具っていうのはもう6000種類以上あるそうなんですねですからまあの長い間1種類の装具を使っていると最新の情報が入りませんのでそういう情報提供もしてくれます で全国のこの専門外来ストーマ外来というのは600以上あります。それはこちらのホームページ日本総称オストミ湿緊管理学会のホームページに一覧が掲載されておりますのでご興味のある方はそちらの方でご覧ください。で実際のそのストーマケアの相談なんですけどもやはりその時々で自分に合う装具っていうのは変わってきます。 ですから自分に合う、えー、相互を知ることが必要なので、えー、ぜひです、ね、お、えー、近くのストーマー外来で、えー、気軽に相談していただくのがよろしいいかと思います、えー、最後に、えー、オストメイトの方への、えー、メッセージなんですけががんになってもオストメイトになっても、えー、心配することはありません。 患者会ストーム外来をうまく活用しより快適な日常生活を送っていただきたいと思います東京では東京支部三玉支部で毎月講習会を開催しておりますぜひお近くの支部の会合にお気軽にご参加いただければと思います以上ご清聴いただきましてありがとうございました